魔14歳。彼はある日突然悪魔サリバンの孫になった。サリバンはイルマをデロデロに甘やかし、学校にも通わせてくれることになったのである。弓矢に伝える。自分の居場所を守るんだ。貫け鈴木イルマ。僕は魔界で生きてやる。入りましたイルマ様。敗者は勝者に従属するのが悪魔の習わし。よってこの身すべて捧げ、イルマ様の学園統治に尽力いたします。あね、教材取ろうとしたの。でも勢い余って突っ込んじゃった。あめちゃんあげる。物が積んであるとバコーンってやりたくならない？なるよね。もう一回やるから見てて見てて。こっち三男希望、長男うらら、末っ子ジミング、みんなのマミー。えーい、ひうまつび、そうでしゅ、うまつび。あー、イルマくんとどこに出びかきしようかな。それは面白そうだね。目を閉じれば昨日のことのように思い出します。あれ以来君を呼び出してはパンを買ってきてもらったり、荷物を持ってもらったり。はよーイルボー、やっと元に戻ったんだな。いや焦った焦った。もうイルボーが怖くて俺家に出てこられなかったんだから。でもロイヤルワンだっけ、すっごい豪華で妙に居心地いいし。やったじゃん。ウィルスは野心ある悪魔を育む場所であるべきなのです。もしあなたたちが己の欲をその手につかみたいのなら、黙って私の野望についてこい。恨んでくれて構わへん。殴ってくれてもいい。せやから見せてくれ、君の絶望の顔を。ならば主君イルマ、アスモデウスがお前をわざと勝たせたりするようなら一生ランクを上げてやらんつもりだったが、サブノックサブロは魔王にふさわしきビッグな男だからな。以下特待生、先に淀となり魔王となるのはこのウヌだ。騙す快感と魔力が尽きるスリル、どんな感覚を奪ってもやっぱりこの時々にはかなわないね。これだから勝負はやめられないよ。アンドロ家の家訓、卑しいことこそ美しく、静かに一瞬たりとも空気を叩かず、蛇はいつでもにやついている。が優位だと思っている奴ほど騙される。騙されたら騙し返す。ここに勝つのはずる賢い奴さ。会長さんは好きな方いらっしゃるのかしら。恋愛経験豊富そうだものね。恋を成就させるコツってあるのかしら。あのさ、俺は寝たいの。学校は最低限の日数出席できればいいの。わきも気も地面の一部だと認識して組み上げる。せっせっしゃの野望はお仲間100人作ることでござるから。売れているものはつい放っておけず。まあいつも世話を焼きすぎでみんな離れていくでござるが、クドルのトップに立つことは宿命なの。だって私はすっごく可愛いんですから。この地域はすでにケロリ城の支配下。大丈夫です。一定の供物さえ提供いただければ危害は加えませんので。嫌んだけどこうした方がいいかなって。君だけ嫌な思いをして僕が謝って終わりっていうのはフェアじゃないもんね。くよ、いつまで待たせんだてめえは。気合い足りてねえんじゃねえか。 あっちに指導してほしかったらよ、それ相応の扱いしてくんなきゃよ。大人の密接ほらお話からね。大丈夫、俺にはランクを上げるとっておきのプランがあるからさ。泣き虫だからこそできることもあるよ。私のプランを聞いてくださるの。特訓はアクドルとしても君を成長させるぞ。さあエルケロリ、座りたまえ。それが私のプランを聞く姿勢だ。特訓はクールで超ハード。それでも百戦錬磨のいい女になるプラン聞きたいかしら。僕らがわざわざ戦場から来たのは
あの方を連れ戻すためなんです。ようやく見つけたと思ったら、まさかバビルスで温室育ちのぬるい悪魔たちに教えてやってるなんて。ああ、あんな強え悪魔が学校にいるなんざもったいねえぜ。あの人の一番弟子は俺たちだ。てめえらが負けたら俺らの師匠も返してもらうぜ。妬ましくて妬ましくて、でもそれ以上に彼らを尊敬していたんだ。あの優秀ではちゃめちゃな悪魔たちを。ギャッギャージュブグ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 ーグーグー。私がこっそり集めて貯めたレアな収穫物です。食いません。私は優勝しなくてもいいのです。オロバス様の支えになれば。つまらないは最も無価値。悲しみを誇るな、楽しみをあがめろ。さあボッタ、理想の学園目指して遊ぼうじゃないか。時刻をもって我々はウォルタースタッフではなく、武蔵野州としてウォルターパークを襲撃する。僕は触ろうとすると動物が逃げるから。とてもよくお似合いです、お客様。我々は何を隠そう、いつでもどこでも皆様の遊び相手、ウォルタースタッフ。他にあった服の素材、色、長さ、ご自身の大きさを知ることこそ魅力を上げる最大の近道です。たくさん景品を取った方の勝ちで、相手の景品も総取り。魔術も使っていいぜ。かましねえとは言ってないぜ。作戦名は戒めのレクイエム。だっ、ようやく出番か。あっけー、いい。アリスちゃん、アリスちゃんってば。アムちゃん置いてくなんてひどいわ。急いでお仕事をほっぽってきたのよ。もしも魔界で人間が見つかったりしたらどうなるかはわからない。貴様にお父さんと呼ばれる筋合いはない。てめえさっさとワンコールで出ろ、このボケメガネ。しくじるなよ。俺たちで悪魔学校バビルスをぶっ壊すんだ。これより競技に入る。長きにわたる魔王の不在により魔界の秩序は崩壊しつつある。周りも良くない。不正な物々交換の取引が多すぎる。いや、レヴィ様だろう。知力、統率力ともに彼女の方が上だ。またか、13巻の自覚が足りねえな。いや、てめえは少し飢えた方がいい。俺はベリアール様を推すね。彼は切れ者だ。一番の問題は食物の乱獲だ。このままでは、食い物が尽きて飢え死ぬ。ちったらこと言われても私は知らんべや。そっちで何度がしてくるの。んにゃ、癒やしでいけばサリバン様だべ。んにゃ、魔王予言の書にもあったべや。無論です、行きますよ。いいえ、優秀な孫こそ誉れ、うちの孫こそ至高です。あなたに性格のこと言われたくないわ。しゃ、今日こそは決着をつけよう。うちの孫が一番可愛い。ミイロからお敵を最高に目がいい。頭が良くても性格ひねくれとるじゃろ、お前んとこは。彼らが愛しき眼たちを守るが至上、命の名薬。宝を狙う敵には凄惨たる教育を。拷問学です。ズバッと言うね、工芸の家系だから。姉がアクドルのマネージャーやってて。仏塔にようこそ。ここでは魔生物についてお勉強してもらいます。魔生物を担当しますストラススージーです。ほい。そしてイルマさんとアメリ会長の素敵な写真を撮るのです。あとはカメラを買うだけです。さあ、アルバイトしなくちゃ。胸が苦しい。でもね、もみくちゃにされているからじゃないの。ときめいているからよ。ジェンティルメン、鼻を刺したら似合う。びっくり、森の中にこんな立派なお城があるんだもん。おい、まつげに街が10本取る。ライフゼロとね。
私たちのポイントは全部殿たちにあげる。でもやっぱり実技1位のアスモデウスと筆記1位のアロケルもいるんだし、一番の期待株はアブノーマルクラスだよな。見ろよ、俺アーマー買っちゃった。これがあれば100人力すげえ。てかもうどの入り口入ってもダメじゃね。あ、実技も筆記も2位、その後もあらゆる試験で2位を総なめ。実は1位を取れるのにわざと2位を取っているのではとすら言われる未知数な実力者。そういえば会長、あの木と人間がどうとかおっしゃってましたが、まさか会長人間なんて信じてるんじゃ。よくぞ参られた、唯一無二の発明家、みんな大好き頼れるマグケンの先輩、エリゴスチュール、ここに健在なーり。神に植物に触るな、手が腐るかもしれないぞ。つまり1500ポイントを仲間全員で山分けしても500ポイント残る。これを2人で山分けしよう。ルマ様が週末テストを突破されたこと、自分のことのように喜ばれたり、毎日がとても楽しそうです。この私を倒し力ずくで奪うこと、そしてもう一つの方法は何か面白い話をしろ。改めて消滅しかけた我がウォルターパークを救ってくれて本当にありがとう、英雄イルマ君。ああ、レジェンダディです。足についてくることがデビルかな。ついてこれるものならついてきてみろ、足がお前たちを再建してやるぜ。ありがたく思え。だなレイディとボーイたち、また足と遊ぼうぜ。じゃあな。可愛くて華やかで学生という特殊なステータスのアクドルを、クロムまでとはいかずとも若くて多少の素人感があっても許せる。そぶ違う、威嚇。お前売店できん。こいつの能力、見たもの出せる万引きと。バカ、便利だからに決まってんだろ。適当にあしらってさ、たまにあの能力で貢いでもらうのがいいんだ。ああいうのは特待生もそのうち飽きるだろ。血の契約を結び万物を癒したも、彼は異教より舞い降りて右手に黄金に輝くソロモンの指輪を宿す。これはただの悪だった。牢獄にいたどの悪魔とも違う、このヤサ男こそが本物の悪なんだ。名前くらいは聞いたことあるだろう。あらゆる悪事にその集団ありと謳われた、その名も武蔵野衆。